さあ本日もやってまいりましたクレイのやってみたボリューム4でございます。今回のゲストは 8.6 秒バズーカです。楽しみですね。さあ今回は 8.6 秒バズーカともちろんラッスンゴレライやってみた 8.6 秒バズーカとクレイだ。お願いします。ラッスンゴレライ。え、なんてラッスンゴレライ、ラッスンゴレライ、ラッスンゴレライ、説明してね。いや、ちょっと待って、ちょっと待ってよ、お兄さん。ラッスンゴレライって何ですの？ラッスンゴレライ、ラッスンゴレライ、ラッスンゴレライ、音玉、鎌倉、湯釜、スパイラシュロリゾート。ちょっと待って、ボイさん。ちょっと待って、ボイさん。ちょっと、お兄さん、そこラッスンゴレライちゃいますの？さあ、それでは改めまして、はい、8.6 秒バズーカの2人です。8.6 秒バズーカです。お願いします。お願いしま す、ね、いいですね。ありがとうございます。さあ、今年ですね、とんだんま出ていただけるということで、はい、ありがとうございます。いや、こちらこそです。すみません、ありがとうございます。海でライブっていうものがあるんですか？ないですよ。また、あ、これもまあ理由があるとしたら、僕ら去年の夏に全く売れてなかったっていう、結成はしてた、結成はしてました。ただもう劇場の出番すらほとんどなかったんで、この夏の時期にライブすること自体初めてなんですね。なるほど。じゃあ去年の夏頃は何やってたんですか？去年の夏頃はですね、もう2人で遊んでました。沖縄行ってました。沖縄行ってたんだ。仕事してんじゃん。仕事してください。1週間ぐらい2人で行ってました。まさかね、それがこういう状態。いや、本当ありがたいですね。もうラッキーですよ、本当に。すっごいクソ暑い、だからちょっと痩せるかもしれない。いや、ほんまですか？いや、でも痩せた分食べてしまうんですよ。結局食べてしまうんですよね。はい、以上食べてますよね。そう、痩せた分以上食べてます。海でね、食べて、飲んで、あ、もう最高っすね。一日軽く寝かして。そうですね。痩せる気ないでしょ。痩せれない。そうなんですよ。でもね、あの、ぜひ楽しみにしてますし、よかったらね、皆さんに最後に意気込みなど聞いていただけたら。どうですか、意気込み。まあ僕らね、まあ花屋がどんどん太っていってるんですけど、まあ僕も5キロ太りました。あ、そうなんすか？そうなんすよ。いや、隠れて太っていってるので、なんかこの夏までにですね、痩せて、水着の似合う体になってる。いいですね。他のアーティストさんが演奏してる時は水着になってみたりとか。うわ、めちゃめちゃいいですね。だから音玉でネタさせてもらうわけじゃないですか。音響もすごいんで、やっぱ僕らも派手にね、そうですね、どことかどことかどことか言わせながらラッスンのぐらいとか、ちょっとやってみたいなと思ってるんで。お客さんより楽しみたいと思ってます。お互い楽しみましょう。はい、お願いします。はい、ということで以上 8.6 秒バズーカの2人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ぜひ生の 8.6 秒バズーカを見に来てください。7月20日海の日、おただましいスタジオ、よろしくね。次回は6月15日アップです。よろしくね。